第68回全日本大学バスケットボール選手権大会男子準々決勝は第3試合を迎えています。青山学院大学対東海大学の一戦を迎えます。今コート上はレフェリーと、そしてこれからは両チームのスターティングファイブが紹介されます。向かって右側が青山学院大学のベンチ、左側が東海大学のベンチ。まずは右側が、失礼しました、右側の青山学院大学のスターティングファイブです。14番キャプテン柏倉哲平、3番大崎優太、10番高橋光平、21番石井剛学、24番安藤修斗、ヘッドコーチは広瀬正也です。東海大学4番キャプテン寺園修斗、3番大谷幸太郎、1番白木大成、13番中山拓也、そして25番平岩源です。ヘッドコーチは陸川明さん。この両チームリーグ戦では2戦戦っていまして、69対58、68対67、いずれも東海大学が勝利しています。ベスト4をかけた3つ目の椅子、ティップオフです。ボールは青山学院大学から安藤修斗が持ちます。そして柏倉哲平、石黒のシュート決まりました。今度は東海大学です。ドラグのシュート、そしておっとよく反応して中山、これはターンオーバー。いや、しかしここは東海ボール続きます。ドラグのポストプレー、平岩源です。ルーキー平岩源がしっかりとミドルシュートを決めてきました。青山学院大学、柏倉哲平右サイド、そして10番は高橋光平、大崎優太、大崎がシュート。ゴール下の攻防はどっちだ。いや、これはよく取りました、高橋光平です。高橋光平が決めて4対2。まずは両チームしっかりオフェンスをしていきます。左は中山、大谷が突っ込んできましたが、これは青山学院ボール。そして柏倉哲平、大崎がポストプレー、高橋のシュートは外れました。今日はポイントガード寺園です、キャプテン。ここは仕掛けいった、ファールがありました。柏倉哲平に個人、ディフェンスファールありました。シュートモーションでのフリースロー、失礼しました、東海大学4番寺園シュート。まずは1本しっかり決めていきます。ここは2本しっかり決めます。4対4。まずは五分で立ち上がっています両チーム。大崎インサイド空いていました、高橋光平、そして今度は東海、中山から平岩、これはファールがありました。
21番の石黒のファール。そして前田が好転しました。青山学院大学です。早くも選手を変えてきました。そして中山、寺園が打ってきましたが、これは少し相手選手が当たったとファウルがありました。寺園のファウル。安藤シュート。そして10番高橋、足場から鉄平。おーっとボールカットした。寺園持ちます。そしてここは大谷が決めます。大谷幸太郎、4年生新潟商業高校出身。今度は青山学院大学、安藤シュート。安藤シュートの得点力が頼みの背中。おっとこれはラインを踏んでいた、滑ってしまいました。アウトバウンド東海ボール。やはりディフェンスには定評があります、東海大学。ここまで関東のリーグ戦最少失点1177失点でリーグ戦を終えました。そして平岩源、外から白戸のスリー。リバウンドはどっちだ。これは青山学院大学3番大崎でしょうか。大崎のファール。ここで選手変わります。能見優斗コートにしました。明星高校出身の1年生。そして白戸、台湾から外、大谷スリーポイントシュート。リバウンドは寺園だった。その前に平岩がよく当てていました。そして寺園スリーポイント、キャプテン寺園シュート。柏倉、こちらもスリー打ってきましたが大谷がリバウンド。寺園です。そしてインサイド、平岩。おお、平岩が決めた。平岩がいい形でゲームに入っています。11点目は東海大学。そして今度は能見、前田、ここがインサイド入れた。安藤シュート、安藤シュートが反応しました。11対8。安藤シュート、今年の関東リーグ得点ランキング2位、スリーポイントランキングは3位、リバウンドは6位。そして平岩が続きます。平岩続けました。昨年のウィンターカップ土浦日大高校の準優勝メンバーでもあります平岩ゲーム。おっとよくカットした平岩。そして白戸、ディフェンスファール誘います。まあ、その前の平岩がよくボールに手を当てました。そしてその平岩下がります。東海は10番鶴田ミュージがコートに入ります。白戸が、まあ、フリースローを1本決めました。2本目は外しましたが、その後3番の大谷幸太郎が抑えています。16対8。まずは東海大学が
優位にチームをゲームを進めています。よくリバウンド、よくディフェンスに行った。これは平山が反応して、失礼しました、今のは10番鶴田が反応しました。寺園からインサイド、これは青山学院大学がボールを持ちます。反動シュート、そして右サイド、ここは32番前田、そして0番の能見、安藤打ってきた。安藤シュート、さすがのスリーポイント。安藤シュートは2回戦の東海大学九州戦スリーポイント4本決めています。そしてその後鶴田が決めます。流れを渡しません東海大学。そして安藤のところ渡、安藤打ってきた、これは短いラインを踏んでいました。そして東海大学は三井と関野が入ります。青山学院大学は15番の石井が入りましたか。そしてもう一人7が入っています、7ダニエルダン。ここは19番三井、その後ボールは決まり、シュートは決まりません。ボールは青山学院大学、安藤シュート、また打ってきた、決めてきます、安藤シュートです。一度火をつけたら止まらない安藤シュート。去年のインカレも得点ランキング3位、スリーポイントランキングは2位でした。しっかり決めていきます、鶴田が決めます。スリーポイントの後はしっかりとミドルシュートの得点、最小失点に最小点差に抑えます。そして安藤また行った、また決めました、安藤シュート、なんとなんと3本目、早くも3本目、3点差まで詰めてきました。1人のスリーポイントでこんなに流れが変わるのかというところ。さあ今度は三井、中山が入っていった、決めてきました。22対17、5点リードは東海、少しずつでも青山学院大学がリードを詰めてきます。石井のスリーポイント、これが短かった、ボールは東海です。中山、これはファウル、時田のファウルでした。青山学院大学です。そしてフリースローは三井です。決めていきます、23点目。2本揃えます、これで24対17、東海リードは7点。大崎、そして21番石黒、もう一度大崎勝負いった、これは決まりません、ボールはファウルです、ファールがありました。高橋のファール、そしてここで
東海大学は4番キャプテンの寺園シュートを戻ります。そして今のファウルで青山学院大学はチームファウル5つ目。フリースロー関野です。2本目は外れましたがリバウンド東海、ここはしっかりと取ります。鈴木、そして19番の三井、これはどうだ、アウトバウンドは青山学院大学ボール。ショットクロック、失礼しました、残り 55.2 秒、25対17、東海大学リードは8点。そして安藤シュート、ここは誰を使う、14番柏原哲平からローポスト、安藤シュート、おっと際どいところ決めてきました、安藤シュートです。インサイドしっかりとレイアップで入っていきました、25対19、これよく反応した安藤、しかしその後鈴木がしっかりボールフォローしています。そして田中のこれは少しボールコントロールを誤った、柏倉哲平ショットクロックは失礼しました、残り7秒、打ってきました、これは決まりません、ここで第1クォーター終了、25対19、東海大学が6点リードで第1クォーター終了しています。